雑魚はもう来てないから。うわ待ってそれ無理。あ、ついみんないたのかよ、びっくりさせて。あ、ケイ君もいた、よかった。そう、みんなどこにいるのって思っちゃった。これからも一緒に仲良くやろうぜ。はい、どうも皆さんこんにちは。空の方からねお送りしております。今回からね作っていこうかと、マイハウスを。やっぱね、作るとしたらやっぱ夢のオーシャンビューがいいなと思って、ちょっと海岸あたり見てるんだけど、どこがいいかなと思って。前のあのサメさんだか、サメさんじゃねえな、シャチさんの死骸があるとことかもいいけど、今ここもいいなってちょっと。いやでもさすがにちょっと狭いか。そうな、海岸付近ってさ、あの一個弱点があってさ、あの木々がさないのよね、あんまり。だからなんだろう、運搬が大変になっちゃうから、なるべく木々が近くてなおかついい海岸の場所っていう、まあ、ちょっとこういうわがままな要求になるんだけど、そういうところがね個人的にいいなと思って見てるんだけども、一応ね候補としてはここなんだけど、ここはまあなかなかこう広いよね、土地が。どうしようかなと思って、なんかこうやって見るとなんか洞窟見えるな。多分あれ前出てきた洞窟だよな、あれ。まさかの上から見ることによって隠れ洞窟が見えるっていう。それかもう一個候補ここなんだよね。ここはあのハンドガンがあったところというか、あのサメさんがいるところというか。ただ今めちゃくちゃ雪の天候のせいでめちゃめちゃ視界悪いけど、まあ、ここも良いと思うんだよね。まあ、何がいいかってやっぱサメさんに会いに行ける、会いに行きやすいっていう点はやっぱ評価したいよね。これあそこにある救命ボートが、まあ、この辺でもいいな。広さで言ったらさっきのところの方がいいんだけどね。いやー悩むな悩むな、優柔不断ご飯出ちゃうなこれ。しかしハンググライダー本当ずっと飛べるな。こういうもんだからハンググライダーって、だからどんどん滑空してるイメージなんだけど、こんなに長期間移動できるもんなんだろうか。決めた、ここにしよう、この土地。やっぱり決め手はサメさんだよね。やっぱサメさんに会いに行きたくなった時にすぐ会いに行けるサメさんがいるのはやっぱちょっとこっちとしてもね、やっぱ嬉しいよね。まあ、ペットみたいな感じで、家族はねケイ君とかスイミーがいるけど、そこからさらにこうペットサメさんもいるみたいな。まああとはこの辺のどの辺に建てるかだな。まあ個人的にこの辺りかな。川も近いし、川があるとね飲み水に困らなくなるからやっぱ助かるだろうね。よし、この辺に素敵なオーシャンビューのお家でも建てちゃおうかな。うおー着陸ー、ドーン。ハンググライダーで落ちても落下ダメージはありません。しかし思いのほかこの辺崖になってて木の運搬がめんどくさいな。よし決めた、ここだ、この辺りに家を建てよう。まあ、ここを選んだ理由としては、まあ、木がこの辺にいっぱいあるよっていうのと、まあ、ちょっとこの何て言うかな、崖の上っていうか、でこの下はねもうプライベートビーチにします、もう僕の土地にします。なのでまあそんな感じでね、またこの辺に降りるなんか階段とかつけれたらつけて、まあいつでもこう泳ぎに行けるよみたいな、サメさんに会いに行けるよみたいな。で川もすぐそこにあるしね、そういう形で、あとはこう頑張って木を掘って開拓していこう。あ、雪がやっとやんで、ちょっと景色良くなった。いいね。まああとはケイ君が来てくれればね、木を切るの手伝ってくれるんだけど、ケイ君が未だにちょっとあの辺におられるので、まあ時期にきっと来てくれるでしょう。いや早速ちょっといろいろ開拓しようかな。その前に腹減ったから飯食おう。さて問題はどうやって家を作るか。今作はちょっと違うんだよな、今までのやり方と。まずこの基礎床かな。でもまず最初になんだろう、その何て言わなくて、本当に床よりもまず基礎部分を作るべきだと思うんだが、あこういうのかな、未だにちょっとよくわかんない。まあちょっとやってってみるか。なんか今のところから作らなあかんような気がするな。どれどれ、なんかこうアイコンというか出るんだよな。あなんかこれから出る。あこれで立てるのか。
ああ待って、原住民が早速いる。ちょっと微妙に邪魔せんでほしいな。よいしょ。ああ本当だ、丸太をこう立てるんだ。これだとでっかい。わあ、いてえ、びっくりした。もう何歳くらいするの、うるせえな。もう邪魔しないでよっと。あ、そうやって、ついつい、ごめんごめん、こっちの方がやりやすかったね。えい、あ、防がれてる。よいしょ。え、丸太持とうとしてる。え、すげえ、丸太持ってってる。なんで、どうして。あ、すごいすごい、丸太運んでる。何このモーション、どういうこと。すげえすげえすげえけど、それ俺のなんよ。よいしょ。なんで丸太泥棒しようとしてたこの人、そんなことする。肉食ってる影面白。これどうすんだろう、こうしてこの間隔で置くみたいなことするのかな。この辺とか置いてみる。ちょっとよいしょ、これ基礎部分としてはでかすぎるよな。あ、でもほら、なんかこうやってできる。おお、おお、おおってやったけど、これでええんか、これ、これでええんか。あ、ヤッホー、ズーン。あ、まだ生きてる。バーン、死んじゃった。あー、なんかちょっと今回の建築むずいな。前はね、なんかこの範囲をこういう風に建てますよみたいにやったけど、今回こう、こう、うん、なんかどうなんだろう、こう、こう、ん、こっちとこいつをつなげたいんだけど、その場合はシンプルにとりあえずこうすりゃいいかな。あー、びっくりしたびっくりした、ちょっと待って、ほんと、えい、マルタアタック、マルタック、えい、お、食料として来てくれるのはありがたいんだけど、ちょっとまだ引っ越し祝いは早いねんな。これどうするんだっけ、こう、おお、どうやってくっつけてるんだろうこの丸太。なんかね、しれっとこうやってるけど、こんなんでいいかな、なんか正しいかな、これ合ってる。この上にちょっと床を立てていきたいんだけど、だいぶ高いねこれね。試しに1個なんかこううまくやりたいな。こうして、まず4つ角、それをちょっと作って試さんとわからんな。ちょっと木も切れるチェーンソーもやってみるか。うーん、早い気がする、早い気がする。この場合筋力ゲージがなんか増えなさそうだな。なんか前も結局あんまり解説しきれんかったけど、今作ってか前からあったらしいんだけど、筋力のゲージがあって、あるじゃん、この右側のステータスの一番左側にある腕の向きってしてるマーク。これはなんかその木を切ったりとかすると成長していくらしいんだよね。それで上がることで主人公の筋力が上がると、その攻撃力、おお、何だこのマーク、おお、そうできるんだ。例えばその主人公の筋力が上がって、近接攻撃力とか上がるらしい。で、木を切るスピードも上がるってことなのかな。よいしょ、こんな感じになったけど、この上にさらにその床みたいにできるのかな。だってちょっと今丸太がさ、ほとんどあの下に落ちちゃったよね。これ思ったけど、しまった、そういう移動するための木を用意しときゃよかった。ちょっとこの辺に打って、あ、でもこれでいけるか。シューポン。これで丸太を持ったままいけるのか、そもそも。そうだよね、丸太を持ったままいけないんだね。お、いい。あー、何そ、そんなことできんの、すげー。どういう理屈、今完全に丸太貫通してたけど。おー、なんだこれ。なんかすごいけ ど理屈がわからん、これ。なんだこれ、丸太貫通して飛んでてんだけど、ビューン、あ、でもビューン、ビューンで俺もビューン。いや、便利でありがたいんだけど、理屈はわからんな。もうまた来たよ、原住民ちゃんたちは。ほんとかまってちゃんだから。あ、何、お、なんか、お、もう壊そうとしてた、壊そうとしてたの、お前。早速お前、マイハウ、あ、いてやべ、ちょっと待ってよ、思いの方が食らってる、痛い。よいしょよいしょ、いい攻撃、よいしょよいしょ、あー切れましたね、上手に切れました。よいしょよいしょ、あれコツンってやったのに腕取れちゃった、どういうこと。
ああ、勇気あるな、もう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあでも主人公のガードもそうだけど、ただのブロックって完全にダメージ防いでるわけじゃないからな。まあ、それで実は意外と食らってましたってとこなのかな。この上登りたいんだけどな。あ、あ、待って待って。ああ、ケイ君、ああ、ケイ君来てくれた。嬉しいよ。待って、その前にこれちょっと。おお、ミニクリックで。これなんかできんよ、これ。おお、どういうパワーを使ったんだろう、今の。すげえな。ケイ君、ちょっと一緒に木切らない？ああ、外れちゃったよ、もう。丸太が、丸太がすごい。よいしょ。よいしょ。いやー、ちょっと睡眠も来てほしいな。護衛として来てほしい、護衛として。ちょっとさ、ケイ君、とりあえずどんどん丸太取ろうぜ。手に入れよう。丸太。ちょっと開拓に、なんか切り開こうがいいんかな。20メートル。ちょっとこれやってみる。切り開こうしたらどうなるんだろう。オッケーオッケーっつってる。あ、でも斧持ってくれてる。あー、ほらほら、早速。いや、この指示した20メートル、ちょっとこっち側も入っちゃってるから、向こう側。やってくれたことかな。ああもうもう何なのよ。こいつら回復になんねえからな。めっちゃケイ君ビビっちゃってるし、もうかわいそうに。棒はあんま作らなあかんな。また向こうにいるよ。あ、これやべ、デカ原住民でジャイアントじゃん。ジャイアントおばばじゃん。やべ、あ、やばい、あ、やばい、俺の家を壊しに来てんやから、これ。あー、なんか出た出た、そのえい、待って、こいつ死なないんだよな、これじゃな。よいしょ。あ、死んでる？やっぱクロスボウで強いんだな。そしてなんかここ変な空間がある。よいしょ。え、またいるじゃん。もう多いって。そう、無駄にダメージを食らっている。そしてなんかもう、我が家がもうすでに事故物件レベルで死体が。くそー、原住民どもね、ほんま。よいしょ。おー、すげえ。これこの隙間いけんのかな？あ、すご。あー！ 1 個分とかあるんだ。そう、綺麗に22の偶数でいかない。5本分なんだ。切り開いてってる？ケイ君。ああ、再開してる。ビビってたのね。もうちょっと待って、また来たよ。なんか早めに、なんかちょっとある程度範囲を囲っちゃいたい気持ちもあるね。あ、いた！しまった。待って、すーげえ来てる。すーげえ来てる。ちょっと全然開拓させてくれへん。戦闘はもういいんだって。ちょっと燃やしていくか、原住民。マジで睡眠来てほしいな。睡眠来たらもう、それで護衛が完成するんだけど。よう動くな。とりあえず骨にするために原住民たちはここにくべておこう。お前が薪になるんだよみたいな感じで。皮のポーチ開けたら薬出ないかな。あ、いい。そういった意味では回復になるな。これでもせっかくだから試しにこう上に乗ってみたいな。階段どう作るんだったかな。あ、階段ってあるあるある。あるけど、すげえ俺の不気味アーマーのせいで、右下見づら。あ、そういうこと。あ、そういうこと。へえ、ちょっと待ってよ。こっちにやってほしい。そうそうそう。多分こう。こうね。で、ちょっと待ってよ。これね、壊せんのよ。よいしょ。で、こう。で、あー、もう厳重。待ってって。これで、この段差の、あ、これじゃない？これでなんか段差できるんじゃない？これ。あ、違う。これで変えれる。これが多分段差だ。おお、すごい。あー、丸太盗まれてる、俺の。ちょ、待ってー。ケイ君何してんの？そういえば。ケイ君、そういえば全然なんか周りに、うん、向こう行ってる。厳重に行きすぎて、これ絶対ビビってんな。あ。すごい。吸い付くように飛んでった。スパイダーマンびっくりだわ。ああ、惜しい、惜しい。だって、女原住民でっかい可愛いよね。えい！やーって。丸太泥棒に生きる価値なし。すごい気が荒ぶってる、ここ。怖っ。てか、あんなこと言ってたらもうだいぶいい時間なんじゃねこれ。ほら。よいしょ。おー、なんかいい感じに。あ、すごい、すごい。こんな感じで。もうちょっと下いるけどさ、これ。ちょっと日が暮れ始めてきちゃったな。とりあえず、簡易的にターフを用意しといて。ちゃんとできるまではそこで寝泊まりしよう。あー、切ってる切ってる。ケイ君がやっと仕事してる。あー、いいよ、ケイ君。ナイスナイス。こんな感じで、とりあえず横っちょにどんどん、横っちょに行ってたけど、テントがちょうど邪魔な位置になっちゃった。おーおー、すごい勢いでやってる。あ、スイミーも来た。やった、勝った、第3の巻。これで、はかどりを、原住民が来ても、撃ち殺してくれるし。護衛ありがてー。
睡眠は本当に助かる今。いや、木こりのテーマいらなくなっちゃうな、ケイ君が来てくれるから。しかし、もういい時間だな。とりあえず寝よう。なんかアップデートでソーダの効果減った気がするな。前は一回飲んだだけで全回復してたのに。武者圭君なんかこっちにニコニコ来たけど、ちょっと一回これを壊すか。ちょっと開拓に地味に邪魔で、丸太をもっと取ってから。ああいいねいいね、開拓してってんね。そうか、そういうのも切ってくれるんだ圭君が、ありがてえ。丸太をね、よいしょ、広げていきたい。休みいいよ、なんかもう護衛って感じがしていいよ。あ、そういえばケイ君、なんか服手に入れてたんだけど着てみない？あれ？ん？ないか。ケイ君のじゃないのか？ってことはスイミーのやつか。あ、これこれ、そう、レザースーツ、これだよね、確か。おお、あ、なんかかっこいい。なんか峰富士子じゃないけど、なんかそういうかっこいいできる女って感じがする。ああ、スパチグいいね。いや似合ってるよ、かっこいい、強そう。ねけいくん、君はかわいいね。大丈夫です、水さん、熱くない？それなんか俺それ心配なんだけど、それ熱くない？よし、もぐもぐ。うん、丸太いっぱいあるな、ケイ君のおかげで。ケイ君がマジでこの辺を、あ、そうそう、草とかも飼ってくれるんだ。すげえな、ケイ君。有能。やっぱケイ君、こっち系はマジで特化してんだよな。戦闘のスイミーと、物資サポーターとしてのケイ君がもう最強。味方が頼もしすぎる。いいね。なかなかのサイズの部分を取ってる気がするよ。全部に丸太置かなあかんと思うと、なかなか、まずはどのぐらいの範囲で作るかを決めた方がいいな。で、あとはある程度の範囲で作ったら、増築できるような感じにしつつかな。しかし、ケイ君に切ってもらった方がいいけど、やっぱ集めてきてもらわないと、近くに丸太がないからちょっと不便だな。そろそろ指示を出すか。なんかこの辺、本当、開拓してくれたおかげですげえ綺麗になってきてるし。もうちょっと広げたらいい感じにできるかな。まあ最初の1階はね、やっぱちょっと大きめに作っとかないと2階とか作りづらいよねみたいな。ちゃんとこれ雪が落ちてきてんだな。そして雪降ってる時の開拓、この線が見づらくてしゃあねえな。このぐらいまでにしとくか。これであとはこっち、あー結構いないた。あ、休憩、ちょっと休憩、あ、もう終わっちゃった。休憩はどっちだい。手に入れよう、丸太にするか。よし、これでケイ君に持ってきてもらいつつだな。ケイ君は1個ずつしか持てないんだな。あ、護衛のスイミさん、お疲れっす。もうその服だと完全にヤーさんだけどね。よしよし、お、いい感じに立てれてきたかな。あ、ちゃう、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。あっち、うわぁ、先に丸太の方やっちゃうとなんかもう、おぉ、怖い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 。一瞬浮いてた木が。で、あとはこっちに、ポン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 。お、これで。あ、ミスった。何も考えてないちゃった。C で取り除く。お、あ、今スポって言わんかった。スポって。ちょっと待って、もう行くじゃん。C で取り除けるらしいんだけど。あ、スポって言ってないわ。なんかスポって現状が聞こえた。C で取り除く。C で取り除く。よし。とりあえずこの範囲で床をまず作っていくか。いやー、そう思うとなかなか、ちょっと頑張っ、登れねえ。この範囲か。まあ、とりあえず、いいんじゃない？この俺
俺、ケイ君、スイミーが住む家としては十分な気がする。で、ここも。おー、これで綺麗に登れる。素晴らしい。で、こっからまたどんどん。これ大変だね、床置くのね。こうポン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 やんなきゃいけない。まあ、ちょっとずつやっていくしかないね、これ。いや、こっからザ・フォレストの取れ高が厳しくなってくるぞ。この辺、みんなからすると一瞬で出来上がってるけど、栗ご飯は頑張ってどんどんやっております。わー、ケイ君がやってる。ちょっと、栗ご飯を応援して、コメントで応援して、頑張れーって。あ、よしよしよし。ナイス。いや、でもケイ君がいるおかげでだいぶ、はかどってるけどな、これ。うわあ、なんか木がミヨーンって伸びた気がする、これ。ああ、消えた。でかくね今の木の規模に対して欠片破片でかくね。そしてなんか急に原住民たち空気を読み始めたのか、なんか全然来なくなったね。あ、ケイ君が休んでる。疲れたかな。まあ、そうだよな、ずっと木切って丸太運んでたらめちゃめちゃ疲れそうだよな。よし、ケイ君にこの辺で開拓してもらえるしにしよう。木が転がってくる。あ、スイミー差し入れありがとう。ブルーベリーか、目に良さそう。ありがとう。ちょっと見えないわ隠れちゃった雪で。ここすごいよな、片手で丸太持ち上げてヒュッて下に乗せてるもんな。人間の技じゃないんだけど。なんか銃声がした。スイミーが原住民を払ってるの。ちゃんと護衛の仕事してるわ。だー、お先生やるー。しかも死んでるし強い。なんかもうこの辺木が浮き始めたんだけど、なんかこれにいちいち本当はなんかもう違和感を覚えなくなり、わーわー、もうなんかね、木のグラフィックもなんかミョンミョンしてるし、怖え怖え。ちょっとずつおかしく並んでほしいな。あー、ケイ君、スイミー、スイミー、ケイ君がやられてる。頼みます。おうおうおう、うちのケイ君がお世話になったの、お前の。あれー、 U ターン転がる。何がしたいねー。うちの警棒に手出してただで済むや思うとんかいな。あー、自分で復活した。おい、あー、ナイスナイス。おー、強いよー。あ、もう死んでる。あー、とどめ、よろめいてるところを。うん、じゃねえよ。何迫ってきとんじゃーい。いや、なんか全然原住民来なくて平和に開拓してたけど、ここに来てついに一日来るようになったな。まあでも今ね、スイミーもいるんで、余裕の防衛。まるでこうやって掘り投げてる主人公、やっぱイカれてんな。さあ、また暗くなってきたから、そろそろまたテント立てて寝泊まりしないとな。スイミー、そんなところで休んでんの。くれー、よし、もう寝なきゃ。おやすみなさーい。ちょっと、お前壊すことしないか。あ、壊されてる気がする。お前、ちょっと待って、ふざけんなよ。なんか、うおー、ここは